おでましにした院長団と申します。よろしくお願いいたします。いきなりですけど今日これやります。謎の30度ドリッパー、たらちね、これを使ってみたいと思いますね。マジでこのドリッパー全然聞いたことない面白そうなやつなんで、早速使ってみましょう。はい、いつもありがとうございます。というわけですね、届きました。もうね、今タイトルっていうかその商品名言ったじゃないですか。もうみんなが聞き返したくなる、みたいな、もうツッコミどころの多そうな名前で、もう今からワクワクしてるの。早速もう開けましょう、早速開けましょうよ。これです。このコンパクトのサイズの段ボールに届きましたね。で、どうやらね、名前がタラチネっていうドリッパーらしいんですよ。視聴者さんがですね、DM で教えてくれて、なんか面白そうな謎のドリッパーがありますみたいな。購入を決断しました。言ってもね、これ安いんですよ。990円とかかな、送料抜けば。ちょっとね、リーズナブルな感じで買える面白そうなドリッパーだったんで、ちょっとね、これ開けていきますよ。この白い、完全に白いテープで貼った。珍しい。これ何テープって言うんだっけ？ジャストガネス。順調にこのテープを取っていく。いざご対面です。ガンドン開きたい。ゴー。お、すっごい優しいふわふわが入ってる。これ優しいふわふわ、ひと手間。これプチプチで包んでるからふわっと寝出しちゃいましたけど、これなくてもいいはずなの。ここのひと手間、すっごく胸打たれましたという形で。これね、なんだろう、お店の名前忘れちゃったんですけど、この人が作ってるのかってちょっとね、あと情報調べながらやっていきたいと思うんですけど、そのね、教えてくださった方も言ってたんですけど、結構まだ謎の部分が多いみたいな。今後ね、ちょっと羽ばたいていく可能性あるんですけど、いざ、プリーンと出ました。コニカル30シングルコーヒードリッパー。タラチネって書いてあるぞ。いやもうね、触れたいところが多すぎて、名前とかこれね、はい、ちょっと第一印象としてはですね、鮮やかなブルーが可愛い。これ名前ですね、コニカル30って書いてあるんで、おそらくここ30度ってことなんですよね。これハリオ V60 は60度の角度で、その名前にもなってるっていうのをあれしてるのか。これもね、書いてますね、特徴その1、こだわりの30度。でも箱がすごい可愛い、この上ね、可愛い30シングル。そう、名前がね、僕ね、最初読めないと思ったんですよ。英語なのかなと思って、タラチネじゃないみたいな感じだと思ったんですけど、どうやらマジでこれね、タラチネって読むそうなんですよ。つい最近コーヒー問屋、あのコーヒー問屋さんでもこれ取り扱い始まったとのことで、そこのホームページにはひらがなでちゃんと読み仮名っていうんですか、タラチネって書いてあるんですよ。これね、タラチネです。タラチネって確か枕言葉みたいな感じですよね。意味のない言葉みたいな、とある言葉を連想させるのに冒頭につける言葉みたいな感じだったと思うんですよ。そのタラチネがもう名前になっちゃってる。とりあえず本体出した方が分かりやすいかもしれないんで、ご対面といきますかね。これしたらね、これね、ちょっとブイーンって出すとちょっと破けそうな感じするんですけど、いきます。あ、なるほど、ここに解消体っていうのかな、これなんか別のかな、ここに書いてるんですね。なんかタラチネって確か母みたいなのを連想させるあれだったと思うんですけど、タラチネの母の指、母の指し湯、目を覚まし、あーしにしゃんは湯に促しゃさす、湯促す、はい。このタラチネはこのタラチネでしたね。間違いないですね、やっぱね。で、ちゃんとメジャースプーンがついてるというね。ちなみにメジャースプーンは、これ見たことない形の透明のメジャースプーン、かわいいな、これ。なんかキャニスターとかにそのままぶち込んでても、すごいなんか可愛く佇んでくれてますよね、きっと。大体メジャースプーン白い中、これね、クリアで、この時点で何かね、一線を隠してその雰囲気爆発してますね。かわいい。で、開けると、スピン、細い。細いよ、これ。ジャスティス。うわ、かわいいね。あ、めっちゃかわいいっすよ、これ。高級感ある、これ。これ990円？見て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 。すごい、この、なんていうんですか、ぐるぐるが。これね、リブですね、中の。突起物が、うねうねが、すごいわかりやすく。正面から見てもね、これなんていうんでしょう、こういう、グイングイン、グイングインっていう風になってて、すげえかっこいいですね。で、ここに、ですね、名前のね、コニカル30って書いてるんですけど、これはね、シールですね。はい。このままね、ここに、なんだろう、印刷っていうんですか、プリントですか、それしてあっても、これすごい可愛い気がしますけどね、30って書いてもね、こんな感じです。手のひらでちょっとね、わかるかもしれないですけど、結構コンパクトなんですよ。これ、穴開いてるさ。はいはいはい。コップに直でやっても、まあ、もともとね、透明だから見えるのにもかかわらず、ちゃんと穴を開けて、空気を逃がしつつ、なんか中も見やすくみたいなノリなんでしょうか。はい、またこれ面白すぎる。大きさの比較として、これフラワードリッパーですね。だいたいハリオの V60 とかとほぼ同じ大きさのやつなんですけど、あ、で K はここのね、 K はねほぼ同じですね。すごい広く見えるんですけど、これが細いから、これ、かわいい。ちょっとね、詳細いろいろ書いてあるんですけど、もうサーバーに合わせたい。なんかじゃあこのリトルピッチーさんに試しに載せると、これめっちゃかわいいんじゃない。これめっちゃいいぞ。今まで見たことない形だっていう。これ後半にやるべきだっただろうか。急に来たけど、これ。この風貌、まさに、すごい。あ、じゃあこれめちゃめちゃ可愛い。もう、あとこのセットで落とします。なんかね、もこれとか、ちっちゃいのとかで合わせたらね、これ、めちゃめちゃ可愛い。
ソフトクリーム入れるやつやんってなりますよね、これね。ちょっと面白いな。はい、一回落ち着きましょうよ。で、ここに書いてるのを見ていきます。ペーパーについて書いてます。一般的な60度のペーパーフィルターを使う場合。場合って書いてあるのは他のでもいいってこと？まあまあまあ、はい。フィルターを半分に折ります。あ、中に入ってるな。これ一応専用なのか？もう折ってあるけど。まあ、図で、フィルターのセットの仕方書いてます。普通のね、円錐のフィルターを半分に折って、ステッチじゃない方を広げてぶち込むと。その汎用性あるのめちゃめちゃでかいですよね、そもそも。もともとついてるのは、いわゆる円錐の大きいサイズですね。円錐の、1から4杯用のやつがもともと入ってて、もう半分に折られてますと。で、こう、パッと半分に折って、この縫い目、このステッチじゃない方を広げてぶち込むと、ちょうど、なると。ほんまや。めっちゃ可愛いな、これ。リブがいい味出してますね。この模様というか、ちょうどね、模様になって。白いのがぶち込まれるとさらに可愛く見える。僕がもともと持ってるこれかな、カフェックのアバカフィルターかのでっかいやつで、まあ同じだろうな。あ、そっか、ここ折んなくていいのか。したら普通に半分にすればいいんだ。まあだからあれか、一回どっちにしろこのリブのとここうやって折るじゃないですか。普通のやつも手間としては同じなのか。で、これを刺すと同じようにさせる。全く同じようにさせる。だフィルターをね、こうやって二重にするっていう時点で、そもそも落ちるスピードとか、まあ味とかですよね、その辺が変わってくるということはもう結構明らかな感じ。かつこの層の厚さとこの細さがどうかかってくる。これめちゃくちゃ面白いな。今日はね、とりあえずもうぶち込んで飲みたいっていう感じなんで。で、他にも書いてることちょっと。付属の軽量スプーンの特徴、すくいやすくこぼれにくいと。まあパンパンってことですよね。透明っていうのが一番でかいな。で、結構やっぱね、深いっすね。で、コーヒーの入れ方書いてます。これね、結構大事かもしれない。これは入れるときにやっていくっていうか、もう入れるか。タラチネね。これどういう思いがタラチネっていうつけたんだろうな。ここになんかね、何かがありそうですけど、解読できた方はぜひコメントで教えてください。はい。なんか昔の文章にあるんですかね、そういうなんかコーヒーとかお茶にまつわる、飲料にまつわる文章みたいなのがあるのかもしれないですけど。ちなみに、色がもう2色あったのかな。陶器もあったんだっけな、ちょっと曖昧で申し訳ないですけど、とりあえずね、黒はありました。これめっちゃ迷ったんです。かっこよかったです。僕買う時も黒あったんですけど、ただね、僕この透明感一発ね、ちょっと生で見たいなと思いすぎちゃって、まあ迷った挙句ね、これ透明にしたんですけど、めちゃめちゃ可愛い。これあ、そう、なんかあれだよ、これ一番の特徴の、確かね、スパイラルリブってどっかホームページかなんかに書いてあったんですよ。あ、でもめちゃめちゃ書いてるわ。一番大事なとこ読んでなかった。まあ、特徴その1、こだわりの30度っていうのはもう触れましたね。30度です。ここが細いと。なんで、コーヒーの層が深くなるため、一杯分でもコクのあるコーヒーが味わえますとのことですね。特徴その2、スパイラルリブ。抽出を促進し、コーヒー粉に含まれるガスを逃がすデザインですと。これ面白いですよね。普通リブって、この下から上に縦にこう、まっすぐだったり、まあ、こうね、うねうねしたりするんですけど、下から上に行くんですけど、これね、1本のリブ、あ、違う、2本か、あ、2本ですね。こういう感じで長い1本のうねうねが2本あるって感じか。突起っていう感じじゃないな。段になってます。段、ボコっていうのがね、飛び出してるって感じじゃなくて、まあ上から行くとこう飛び出てるんですけど、その後ね、こうなんか側面のなんか角度に沿ってそのまま落ちてってるって感じなんですよね。独特っていうか面白そうですね、スパイラルリブ。で、特徴その3、安心の三角窓。三角窓から抽出中のコーヒーが見えるので、陶器のカップでも安心ですと。覗いてみましょうか。いったらのマグカップ先輩で。いや、めちゃめちゃ可愛いな、これ。めちゃめちゃ可愛いですわ。どっちにしろね、透明だからめっちゃ見えるんですけど、光の反射とかで見えにくいか、確かに見えにくかったりするね。確かにそれよりは三角窓さんがあった方が安心さんがありますね。そもそも見た目、安心さんがありますね。安心さん。そもそも見た目が面白いっていうかね、可愛い。落としてないけど、めちゃくちゃおすすめですね。落としてないけど。案件とかじゃないですからね、ちなみに。入れます。ちょうどのお湯をコーヒーの粉に行き渡るように注ぎ待ちますと。っていう言い方で書いてあるんですけど、一応ね、数字も書いてます。コーヒーのグラム数はどこに書いてるんだ？ここに書いてるのは、これで救える浅入りと深入りの量。書いてますね。一杯で何グラム使うっていうのが書いてないですね。これお好みでみたいなことなのかな。なんかホームページ書いてなかったな。僕がね、買ったところのサイトのリンクを概要欄に一応貼っとくんですけども、そこに書いてある。あ、11グラムって書いてますね。中深入りの場合で。例として書いてますね。なんかオフィシャルっていうのも例として書いてくれてます。11グラム細引き。それでやってみます。で、ちなみにここに書いてある特徴というか、まあ、このドリッパーのまとめみたいな感じ書いてるのは、短時間、安定した濃度、少量で経済的。の3つですと書いてますね。1人分だけ抽出したいという方におすすめですとのことです。層があるからちょっと味が濃くなるみたいな
のは多分そうだと思います。でちょっと冷凍してあったチューブ買いがちょうどね、今これが一番チューブ買いに近いんで、6月9日焙煎ほぼ2ヶ月前ぐらいのあのコーヒーの YouTube のフェス、僕がね自分で焼いたマンデリンを冷凍してたやつを、このメジャースポーンかわいいね。細引きって書いてあるか、中細と細引きの間ぐらい、ちょっとやってみようかな。まあいいか、ちょっと細めで引いてみます。うわこれマジでね、ソロ用かもしれん。あ、もう2人分ぐらいまでいけるのかな。見てください、この今ね 11g の粉を入れて、このぐらいまで6割7割ぐらいの高さぐらいまで入ってます。だって2杯分とか入れると結構ね上の方まで来るんじゃないかなって感じですね。で、30ml のお湯で20秒バツと。これはね、いろんなパターンで試せそうですね、落とし方というかね。まずコーヒーの粉に行き渡るように 30ml いきます。ありがとうございます。あ、てか意外に膨らむな、冷凍すごいな。1ヶ月半経って OK30 でちょっとプリッとやって20秒ですね。これ すごくないですか、これ1ヶ月半経って冷凍でこのプリプリ加減、すごい普通に泡立つね。で、あ、そうっすよ、はい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 、あ、やっぱ空気入ってる感ありますね。やべ、全然20秒5秒ぐらい過ぎちゃったということで、続きを入れます。で次が 80ml ぐらい、真ん中に、中央に入れるってことだ。中央一筋にって書いてる、中央一筋に差し込みます。あ、かっこ、なんか様相が変わってきましたよ。はいはい、80ってことは何ぼだ、30で、あ、こんぐらいか、こうやっていってるってこと、こうやって下にいってる感がありますね。あ、なるほどね、はいはいはい、見てください、この曇って中見えなくなるんだ。あー、さすがこの改良したってことですね。多分使わないと分かんないから、まあそれみんな使うだろうけど、できたらちゃんと落とし込んで、で3等目の湯で60から90、あ、これでなんかね味決めますみたいな、コーヒーの量を調節するみたいな、ちょっとノリでやってみますね。こんなもんかな、100、合計180にしてみますよ。約2分で150から180の美味しいコーヒーが出来上がります。まあ、確かにね濃度感結構ある気がするね。これ面白いし、見た目も面白くて可愛いし、完全にアイスの下の部分や、色的にも。はい、ということでもうポタポタ落ちて、2分15秒と、まあちょっとね2分は過ぎちゃいましたけど、これで上げてみますわ。ゲッツ、なんか濃すぎない感じがね、この色からも伝わってきます。なんかちょっと全部入れたらパンパン、ああちょうどいいし、ちょうどいいよ。イエス、ほいだな、このコニカル30ですかね、タラチネで入れたやつを耳が初めてぶち込んでる、実食。うんうん、うん、濃厚ですね、しっかりと濃厚、もうシンプルにうまいですね。なるほどね、 15g 豆使うレシピとか結構多いですけど、これ 11g でやったわけですもんね。これ今ね 11g 使って150落として、しっかりとした濃度感を 100% 感じるんで、まあ、パッと考えたけど思うのは、このカップソーサーのコップ1杯分ぐらいで、しっかりとねこういう飲みたいっていう時のソロ用にすげえちょうどいいんじゃないでしょうか。しかも見た目可愛いし、でこれ調節によってもっとね多分落とした感じ落とせるんで、粉の量もそうだし自分でぶち込む量もそうなんですけど、やっぱ層が厚い分濃厚に出せるのかなと、そんな感じしますね。思ったよりも早くないという感じですね。このリブの突起具合なのかが影響してるのか分かんないですけど、これ非常にねちょっとこれからすごく面白そうな、楽しみなドリッパーとかね、味の感じとかそういろいろあるんですけど、何よりもでも見た目だよね、これね。そこでもなんか勝ってる気がするよね、ありそうでなかったというか、めっちゃ可愛い。でマンデリンうまいっすよ、ちゃんと膨らんだの受けますね、なんか1ヶ月半2ヶ月ぐらい前のやつが。あー、これ以上っていう感じ、締め切れないぐらいちょっとね面白いんですけど、皆さんももしねこれについて情報というか持ってますよって方もいるかもしれないんで、なかったらぜひ教えてくださいって感じですね。で僕がね見た時なんか再入荷みたいなの書いてたんで、なんで今のうちにというか、まあね売れれば売れるほど多分また作ってくれるような気もするんでね。これ面白い、なんかどういうことなんだろう、ヤフーショッピングにもあるのか、自分が買いやすいやつで買ったらいいかもしれないですね。で送料もね各あれ違うんで、その選んでもらって、僕も載せれるやつは何個で載せときますか、概要欄。詳しくねちょっとわからなかったんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。これ今後どういう展開を見せていくのかと、はい、っていう感じでめちゃめちゃ面白かったです。こんな感じであの器具紹介とかしたり、キャンプ行ってコーヒーぶち込んだりしてますんで、引き続きもうチャンネル登録していない方はしていただいてよろしくお願いします。形です。以上、コーヒードリッパーの新しくて面白いやつ、タラチネ使ってみました、めちゃめちゃ面白かったです。どうもありがとうございました。またね。